ウィリアム・ヘスス・コントレラスは、ベネズエラのカラボボ州、プエルト・カベージョ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のアトランタ・ブレイブス所属。同じく、メジャーリーガーのウィルソン・コントレラスは実刑である。2015年のアマチュアフリーエージェントで、アトランタ・ブレイブスと契約して、プロ入り。契約後、参加のルーキー級、ドミニカン・サマーリーグ・ブレイブスで、プロデビューした。 2016年はルーキー級ガルフコーストリーグブレイブスでプレーし30試合に出場して打率2641本塁打8打点を記録した2017年はアパラチアンリーグのルーキー級ダンビルブレイブスでプレーし45試合に出場して打率294本塁打25打点を記録した2018年は A 級 ロームブレーブスと a 級フロリダファイアーフロックスでプレーし、2球団合計で105試合に出場して打率。285、11本塁打、49打点を記録した。2019年は a 級ミシシッピブレーブスでプレーし、110試合に出場して打率。255、6本塁打、39打点を記録した。オフの11月19日には、 ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2020年7月24日にメジャーに初昇格し、同日のニューヨークメッツ戦でメジャーデビューを果たした。翌25日の同カードでハンターストリックランドからメジャー初安打を記録した。この年はメジャーで4試合に出場して打率401打点を記録した。ありがとうございます。